さあ、なんとなくこの動画だけ実況してみようかなみたいなね。さあ、町田で見るよく光景、この TUC ベガスをね、あの顔文字カエルみたいな感じでね、やっております。カエルの方がね、がぜん有利という噂なんですけれども、実際どうなんでしょうか。私あんまり、そこら辺のことよく分かっていないんですけれども、まあ見た感じね、あの TUC の方がちょっとダメージ食らってるかなみたいな。どっちかというとね、 TUC さんの方で俺ボコボコにされてるんで、顔文字カエルを応援したい人が TUC 負けろみたいな感じでちょっと見てるんですけれども、なかなかこの男しぶといですからね。 TUC さんはもう投げのグラップが半端なく全一ぐらい上手いんで、もう投げさせてくれないです。おっと裏剣が当たり、そのまんまもう甘えたヘッドが相打ちなしだった。さあもうごっそりですよ、ごっそり勝つと250ですよ、250ポイントがプラスされます。川森さんのマスターなる日も近いのか。さあ見せる、半分ゲットだ。はいレベル3、しかし読まれたか。とりあえずぶっぱしとけ、まあ問題ないよな。あれね、さあ画面端追い込まれたが全然ね、困ってなさそうな感じがしますね、ガイルさんで。さあ大パン強い、大パン強い。さあ、チコチコ奪っていくよ、ダメージを。こら、つらいか。飛んでもね、やっぱ落とされちゃうから飛ばないよね。さあ、ライアシが2回、絡むって、ダメージ。はい、ヘイトで削って終了。置き攻めが難しそうですね、ベガさんも、ああいうわけです。さあ、残り体力、あとちょっと、あ、これは、おっと、おお前出し読まれたか。おそらく今のは EX 最後の読みの爆弾ですね。さあ、おっと、サマーゴルドを空振ったか。あと一削り。さあ、グラップ潰し失敗。さあ、あとのこの体力、どう削るか。さあ、分からなくなった。うおっと、ウルコンが相打ち。以上、勝ったのは、サーモニカエル。ガイル。Wins!